熊野古道は、熊野三座にへと通じる、三景道の総称。熊野三景道とも呼ばれる。紀伊半島に位置し、道は、三重県、奈良県、和歌山県、大阪府にまたがる。2004年に、世界文化遺産に登録。牛馬同時像熊野古道の低熊野古道とは、主に以下の6つの道を指す。大門坂これらの多くは、2000年に、 熊野三景道として国の史跡に指定され2004年に紀伊山地の霊場と三景道の一部としてユネスコの世界遺産として登録された。なお、その登録対象には黄色は含まれていない。熊野古道の遺構の特徴として夏山にある大角坂など舗装に用いられた石畳が残っていることがある。石畳が用いられたのは紀伊半島が 日本でも有数の降雨量の多い地域だからである。また、江戸時代に奇襲藩により整備された一律化が残っている箇所もある。熊野古道の中には国道や市街地のルートと重複していて吸収されてしまったものもある。これには紀伊半島の地理が関係している。すなわち、紀伊半島の中央部は際立った高山こそないものの、 どこまでも続く山々と谷に覆われている。このため、古来より、交通開発が困難であり、往来に適する場所は限られている。現在もこの事情は同様であり、結果として、現代の主要な交通路は、個人の開いた道に並行、あるいは重複することになる。世界遺産に登録されたものが、熊野古道のすべてではない。これは、 熊の参り、それ自体の清水もあって正確なルートが不明になっている区間があること。歴史的な変遷から生じた派生ルートがありそのすべてが対象となっていないこと。河川が増水すると迂回を強いられる区間がある。親淵ほどではないにせよ、通行が安全ではない海岸の道が用いられていた等による。なお、そうした忘れられたルートを再発見しようとする地元の動きもある。 熊野古道の特色は、中世紀に日本最大の霊場として流盛した、熊野信仰という一貫した目的のために、千年以上も使われ続けてきたことである。近世になって、日本最大の霊場としての地位を、伊勢神宮にとって変わられてからは、西国三十三所、観音巡礼の一つに姿を変えるようになったが、純粋な徒歩三景道として、熊野古道が残ったため、 現在でも独自の形で賑わいを見せている。熊野周辺は日本初期にも登場する自然崇拝の地であった。熊野三山は天皇から貴族、庶民に至るまであらゆる階層の人々の信仰を集め皇室で参拝したのは平安時代中期の縁起7年に行われた歌法王の熊野美雪きが最初と言われる。熊野美雪きとは 上皇の熊野参りのことで、公安4年の亀山上皇の熊野み行きまで、その期間は374年間、94回、行われた。11世紀から12世紀にわたり、陰世紀の上皇法が、熊野詣でを繰り返すようになった。熊野三山,山への参詣が頻繁に行われるようになったきっかけは、1090年の白川上皇の熊野み行きからと言われている。 白川上皇はその後合わせて9回の熊のみゆきを行った。これにより、上皇や法皇に伴われて、皇后などの女院方や貴族が同行するようになり、活況を停止、後に京都の貴族の間で単独で熊の参りが行われるようになった。その後、後白川上皇も33回の熊のみゆきを行っている。鎌倉時代の兼任元年に、 後鳥羽上皇の熊野美きに随行した藤原定家の日記によれば、旅は原則徒歩で移動し、荷物は天まで運ばせ、それらによって道が整備されていったという当時の様子について記されている。この時代は、源氏や変氏にも信仰され、平安、鎌倉時代の僧侶であった一辺や文革も参詣した。源の頼朝の妻、 北条政子も、鎌倉から上落する機会を利用して、熊野三景を2回行っている。さらに上級の乱以後は、地方武士の三景者も出るようになった。また、主に12世紀から13世紀にかけて99、王子が設けられた。これは、熊野古道の大阪の起点であった淀川河口の、渡辺津から熊野三山,山までに、100近くの熊野権現を祭祀した抹茶である。 三景者は、九十九王子で休憩しながら、熊野三山まで歩いた。現存する者は少ない。室町時代になると、貴族の他に、武士や庶民の間でも、熊野参りが、盛んになり、ありの熊野参りとまで言われるほど、凄まじいほどの参拝者の大群であったといい、熊野三山の繁栄も頂点に達し、熊野三景道も、広域道路として整備された。 江戸時代に入ると、伊勢参りと並び、熊野参りは、広く庶民が行うようになったと言われている。一時は、熊野付近の旗後にた日で800人の宿泊が記録されたこともあったようだ。1906年末に布告された神社合司令により、熊野古道周辺の神社の数は激減。熊野参りの風習も、ほとんどなくなってしまった。熊野古道自体は、 大正から昭和にかけて国道が整備されるまで、周囲の生活道路として使用され続けた。現在は、和歌山県観光振興課が中心となり、ルートが整備されスタンプラリーなどもできるように、観光化も進んでいる。2004年に、紀伊山地の霊場と山景道の一部として、ユネスコの世界文化遺産として登録された。道路が、世界遺産に登録された日本で、 初めての例であり、世界遺産全体としてみても、スペインのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路に次ぐ2番目の事例となっている。ただし、その登録対象には、黄色は外されている。黄色が世界遺産の指定を外されている理由は、熊野古道のうち、黄色が現代まで最もよく使われ続けた道であったため、歴史的な過程で道路の構造的な改良が、 徐々に行われていった結果、必然的に昔の三景道としての面影は失われ、世界遺産としての形態を保つことが困難になったからだと言われている。世界遺産として登録された道の洗礼である、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の最終地である、スペインのガリシア州と熊野古道の最終地である、和歌山県とは、 古道の最終地としての永続的な友好関係を確立するため、1998年10月9日に、両古道の姉妹道提携を締結した。その後、熊野古道を含む、紀伊山地の霊場と三景道も、ユネスコの世界遺産に登録されたため、道の世界遺産同士の交流を続けている。ありがとうございます。